皆さんこんにちは、こんばんは。ということで超朗報です。ドラケスレ HD2D リメイクなんですが、 Amazon の予約がですね、今週1週間ずっと1位だったということで、おめでとうございます。僕もですねちょこちょこ見てたんですが、ずっと1位だったということで、まあ1週間ぐらい前にですね1位になってますよって動画出したんですが、そこからずっと1位だったということでですね、めちゃくちゃ売れてるよという話とですね、ロマサガ2リメイクなんですが、先行プレイレビューが来ております。ロマンシングサガ2リベンジオブザセブンということで、まあ気になるのはですねプレイ時間だと思うんですが、プレイ時間も判明しました。そしてですね、体験版がちょっと来そうな感じがするので、そちらのお話もちょっとしていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。ということでですね、まずはこちらご覧ください。 Amazon のゲーム売れ筋ランキングということで、堂々1位です。おめでとうございます。特にね何もないんですが、じわ売れずっとしてるということで、まあ嬉しいですね。僕はね、はい、いつも言ってますが、この先のね天空シリーズっていうのを HD2D を見てますので、はい、僕はそっちを見てますので、これが売れてくれないと困るということで応援しているんですが、素晴らしいですね。今週も1位だったということで、これね、しかもですね、先週にですねファミ通の、予約 Amazon のですね予約数ランキングみたいなのがね発表されるんですが、先週1位だったんですよね。その時に僕1週間前に動画出したんですが、そこからですねずっと1位だったということで、素晴らしい。特に何もそこもないんですが、ずっと1位だったということで、素晴らしいよね。これ国内で初週売上で50いくソフトってね、ないんじゃない、ないですよ最近で言うと。ないでしょ、なかなか50万パッケージで50万でないんだけど、これもしかしたら、いや40かな、40はいくと思うんだよね。ということで、とんでもない記録叩き出すんじゃないかなということで、まあ全世界売上で言うとね、はい、ダウンロード版も込みで言うと1週間で100万本は行くんじゃ、1ヶ月だと思ったんですが、これ結構もう行くんじゃねえのかなということで、しかもですね、まあ、先週ねご紹介した時はゲームの売れ筋ランキングでいうと、ここで、ね、1位がね、プレステ5だったんですよ。でソフトは1位ですよって話だったんですが、今回ですね、プレステ5も抑えて1位ということで、素晴らしい、おめでとうございます。素晴らしいですね。でこれね、まあ1万点とかいったんですが、1ヶ月で、過去1ヶ月ということなんで、1日ずれるためにですね、どんどんちょっと減ったり増えたりするんですが、これめちゃくちゃ本当は減るはずなんですが、これ7000点ということでですね、まあ計算するとですね7万ということで、まあ最初ね1週間ぐらいですぐねこれ1万点いってたんです。だから10万点とかで、これね1000点で一応ね計算仕方がありましてね、まあざっとなんですけど、この1000点で1万だと考えておいてくださいということですね。まあちょっとこれね、もう予約が始まったから2ヶ月経ったので、もうこれ当てにできないんですが、まあ30万は確実に超えてるということで、そしてですねこちら見てほしいんですけども、プレステ5の方なんですが、ちょっとですねこちらね、まあスイッチ版に比べて、やっぱスイッチ版ね、やっぱ 2D のゲームなんで人気なんですが、まあ元気ないんですよね。なんですけども、ベストセーラー1位ということでですね、おめでとうございます。こちらもじわ売れしているということで、ただですねこれね過去なんですけども、先ほど言った通り減ってるんですが、これ僕が見た時で言うとね、確か6000か7000ぐらい行ってたはずなんですよ。なので、プレステ5もですねパッケージ版だけで言うと多分ですよ、10万は行ってるはずなんだよね。なので、スイッチ版と合わせると多分、まあ多分じゃない、まあ、1ヶ月ね予約始めたか1ヶ月の時点でですね、30万を超えてたので、なのでもしかしたら35万40万行ってるんじゃないかということで、これすごいのが、多分1週間ぐらい前からねテレビ CM が始まって、また予約が増えると思うんですけども、このじわ売れしていったらね、こうパッケージでね40万超えるってなかなかないんだよね。はい、なかなかないし、でもし50万なんかいったらとんでもないことになるんですけども、そうすると多分国内で今年売れたゲームナンバーワン、まあちょっとゼルダ控えてるからあれなんですが、可能性もあるということでですね、はい、とにかくじわ売れが続いてるということで、本当におめでとうございますということでですね、まあちょっと売上ねちょこちょこですね、まあ変動があり次第ですね、またねこうやって動画にねご紹介していきたいなと思います。それではここからなんですが、ロマンシングサガ2リメイクということでですね、ロマンシングサガ2リベンジオブザセブンのですね、先行レビュー来ておりますということで、僕ねやったことないんでむちゃくちゃめっちゃ楽しみしてるんですよ。はい、いややったことないわけじゃないんだけど、多分クリアしてなかったんだと思うんだよね。なんか敵めちゃくちゃ強くて、なんか諦めたというか、こうなんかよくわからなかったなみたいな、なんか敵が強くて逃げたらなんかめちゃくちゃ強くなる、なんかそういうシステムがちょっとわからないんだけどね、なんかすごい敵強くなっちゃった。俺レベル上げ好きなんで、なんかレベル上げてたらなんかめちゃくちゃ敵が強かったような気がして、なんだこれっていうような感じでよくわからなかったんでやめたような気がするんでね、結構前に。なんですが今回ねこれね楽しみしているんですけどもですね、こちらファミ通の方でですね、先行レビューが来てるということで、そちらです、気になる情報ねいろいろね語っていきたいなと思います。ちょっとネタバレになりそうなことを書かれてるわけではないんですが、まあ楽しみにね、してる方もいらっしゃると思うのでですね、まあネタバレにならないようにねご紹介していきたいなと思います。まずはこちらですね、ということで戦闘が変わって
ってるみたいなんですけども、こちら見てください。バトルにタイムラインを採用した理由ということでですね、もともと単性だったんですね、これね。皆さんご存知だと思いますが、ファイナルファンタジー10やオクトパストラベラーに近いと言われれば分かりやすいと思いますということで、まあコマンドのね RPG だったんですが、普通に単性のねだったんですが、こちらですね、今回なんですけども、開発当初はですね、オリジン版と同じく最初に全部コマンドを選ぶ仕組みでした。ですが 3D グラフィックになってキャラクターが等身が上がるとですね、それではなんだか違和感が出てしまって、コマンドを選んだ後に呪文が来るまでじっと待っているのる味方を見るのが不自然だと感じてしまいます。どうしてすぐ、戦闘しないのかということですね。こちら見てください。でですね、本作はですね、物語にのめり込みながら探索とですねバトルを繰り返しつつ、シンプルな RPG ですから、敵とエンカウントしたらすぐにですね、行動中の早いものから、攻撃した方がいいだろうというタイムラインを採用しました。またですね、バトルのテンポもですね、重視していてですね、コマンドを選んだら速度にどんどん、攻撃していくようなハイスピードバトルという感じですということで、リアルタイムバトルみたいなものになったのかなということで、まあ、こちらですね、はい、オリジナル版をやった方がちょっとやるとですね、ちょっと戸惑うかもしれませんがということですね、まあ、タイムラインバトルということ、こちらね覚えておいてください。そしてやっぱ気になるのはこちらですよね、プレイボリュームはどれぐらいになりますかというですね、まあ、インタビューなんですが、開発当初はですね20時間から30時間ぐらいを想定していたのですが、テストプレイの結果を見るとですね、だいたい40時間から50時間かかっていますということで、どうなんだろうね、やり込み要素とかあるのかな。はい、ということでロマサカ2のオリジナル版ですね、関する短いダンジョンもありましたが、本作ではですね、やりごたえのをアップさせるためにダンジョンを拡張しています。 3D だからこそですね、探索の楽しさもあり、それらの影響もあってプレイボリュームが増えていると思いますということで、これ素晴らしくないですか。はい、これ楽しみに待ってた方ね、多分これが一番聞きたかったと思うんだよね。ということで、開発当時は20時間から30時間ということで、ロマサガ2のオリジナル版はそれぐらいってことなのかなということで、そう考えると倍、まあ、1.5 倍ぐらいと考えてもいいのかなということで、まあ、やり込み要素ちょっとね、ロマサガのオリジナル版のやり込み要素はちょっとわからないんですが、どこら辺がどうなっていくか分かりませんが、とにかくですね、今作はですね40時間50時間ゆっくりやったら50時間できるってことかな。ボリューム的にはまあ十分じゃないのか、フルリメイクのね、はい、あのグラフィックで、まあ、素晴らしいんではないのかなと思います。そして気になるんですが、体験版はあるのかって話なんですが、これね、ニュアンス的に多分あるんじゃないのかなと思うので、こちら見てください。体験版は試遊会など発売前にプレイヤーが触れられる機会は予定してますかということで、何かしらの手段で触れていただきたいとは考えていますので、ということで、ご本お待ちくださいということで、これ体験版の方だと思うんで、10月発売でしょうということで、ですね、聖剣伝説の新作がですね、ちょうど1ヶ月前でしたっけにですね、体験版来たので、そうなってくると9月の任天堂、これね、ロマサガ2のリメイクは、初めて、ね、発表されたのが、6月の任天堂ダイレクトだったんですよね。なので9月に任天堂ダイレクトが行われるんであれば、まあ、そこで、まあ、発表され、タケマン配信っていう形になるんじゃないのか。そしてですね、東京ゲームショーとかで、まあ、試遊会などあるかちょっとわからないんですが、出るっけ、スクニって出るっけ、東京ゲームショー、ちょっと今調べてないんですが、まあ、この言い方だとですね、僕は体験版の方を言ってるんじゃないのかということで、9月のですね、任代で配信されるんではないのかなと思っております。ということで、ここからなんですが、この記事に対するですね、ちょっとネットの反応がなかなか高評価だったということで、ちょっとね、見ていきましょう。ということで、こちら見てください。結構長いじゃん、探しで完全未経験だけど、3D で初心者でもとっつきやすくなってそうだから、これやるよ、これお酒な感じだけど、まあ体験版次第だけどということで、まあ9月の任代かなと思っております。今年唯一期待してるサードソフトということで、ドラクエ3 HD2D リメイクもありますよ。はい、ということで、続きましてこちら、10月下旬か、面白いって聞くし買ってみようかねって評判高いのかな、じゃあそういうことなのか、ちょっと僕やってないんであれなんですが、とにかく僕はね絶対にやってですね、はい、レビュー動画出したいなと思っております。はい、楽しみしております。聖剣伝説とどっちが売れるかなということで、僕はロマサガ2のが売れるかなと、いや聖剣伝説も買います。はい、もうあと半月ぐらいですか、レビュー動画出そうと思ってますが、どっちかと言われるとロマサガ2のが売れるような気が、どっちだろうね、どっちだろう、わからん、難しいよね。で、完全に別のゲームやんということで、まあ完全別ゲーかなということでですね、ネットの反応めちゃくちゃ良かったです。はい、ということでですね、世間で言ってどっちが売れるのかって話なんですが、ちょっとどっちもね、頑張ってほしいわけなんですけども、はい、ということでですね、今年ですか、はい、
聖剣伝説、そしてですね、このローマサガ2リメイク、ドラケスレ HD2D リメイクというですね、3発のね、弾があるんですが、スクエニさん、どれだけの売り上げ伸ばしてくるかということでですね、体験版芝居次第だと思うんですが、まぁ、ちょっと10月ぐらいにね、あ、10月じゃない、9月ですか、任意体でね、体験版来ると思います。そちらですね、楽しみに待っていきたいなと思います。皆さんお疲れ様でした。ということでですね、ドラクエスレ HD2D リメイク売り上げがですね、順調でじわ売れしてるということでですね、初週売り上げでパッケージ50万無理かな。で、まあ、全世界売り上げだと多分僕1週間で、まあ、スチーム版とかもちろん出ますし、他ね、プレステも出ますし、まあ、海外でもね、今回ね、まあ、売れるかなとは言われているのに、まあ、国内ほどじゃないとしてもね、はい、ちょっと売れるんじゃないかということで、1週間ぐらいで100万本いくんじゃないのかなと思うんだよね。ただ国内のパッケージっていうのがね、まあ、ファミ通ね、売り上げあるじゃないですか。あれ結構ね、目立つので、まあそこでどれだけね、数字伸ばしてくるかってことなんだけど、まあね、このドラケスレ HD2D リメイクはですね、パッケージ版で欲しいっていう人結構いるんですよ。僕ね、こうやって動画出してるんで、今回記念にね、手元に置いておきたいのでですね、はい、パッケージ版がいいということで、僕もね、ダウンロード版とパッケージ版かもなと思ってるんだけど、はい、まだね、任天堂のですね、予約がですね、ダウンロード版が予約がまだ始まってないのかな。はい、ということです。ちょっとね、そちらね、予約始まり次第ですね、またちょっと、ね、動画にしようかなと思ってるんですが、今最適化してるんじゃないのかってね、言われているんですね、スイッチ版ということで、どうなるか分かりませんが、とにかくですね、はい、予約絶好調ということで、皆さん、ぜひですね、売れてますよっていうね、いつも言ってますが、やっぱ並んでるラーメン屋さんってうまそうに見えるっていう、あるでしょうね。あれと一緒で、まあ、予約がこんな増えればですね、あ、面白いのかなってちょっと見てもらえると思うの、皆さん、ぜひですね、はい、この動画ですね、まあ、拡散というかね、皆さん、ぜひね、X とかでね、世の中予約すごいじゃん、絶好調らしいよ、続きで、いや、言っていただければいいかなと思います。そしてですね、はい、今月はですね、聖剣伝説の新作、そしてですね、10月、先ほどから言ってるロマサガ2のですね、リメイクということで、なかなかネットのですね、ロマサガ2のリメイクはね、評判いいということで、こちらもですね、大変楽しみにしているので、僕もですね、動画発売に買ってですね、はい、レビューしていきたいなと思います。ということで、今回はこの辺で終わります。よろしければチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。